今回はゴールデンウィークコラボ予想をやります。というわけで、今度の土曜日ニコニコ超会議で大規模なモンストニュースがありますよということで、今回このモンストニュース、どんなコラボが発表されるのか予想させていただこうかなと思います。当てられる気がしません。いやもう私、今年に入った時からもうゴールデンウィークのコラボなんて、あ、ずーっと温めに温めてるフリーレンコラボで決まりでしょみたいなことずーっと思ってたら、いやまさかの劇中賞か。もうこれはマジでみんな予想してなかった。もう一級試験編までやってるってことは、ずーっとそこのキャラ使う予定でしょって思ったら、もう先んじて消化されちゃったんで、いやー、唯一あった希望の光が今消え去ってしまったということで、まあこの真っ暗闇のコラボ予想で当てられるのか、やらせていただこうかなと思います。ただ、予想するにあたって何もヒントがないわけじゃなくて、まずやってくる作品の傾向なんですけど、5月のゴールデンウィークの時のコラボは、あのね、めちゃめちゃ有名な作品が来がち、まあ、好き嫌いは一旦置いとくにしても、ある程度漫画とかアニメを読んでる人だったら、名前は絶対聞いたことあるような作品たちが、ゴールデンウィークはね、やはり大半の人たちが休みというだけあって、引き寄せるために有名な作品とコラボしがちっていうところがあるんで、まずはここが一つのヒントだね。超有名な作品が基本的にはやってくるんじゃないのかな。あとは、よそ様でコラボが決まってる作品たちも、今回のコラボ予想からは外していいと思うんで、その辺も調べてきてる。まあ、最近話題にした、コトダマンでボッチザロック。で、あと、テンスラ第2弾もね、1年経ったんで、ちょこちょこ名前出てくるんですけど、今回は、荒野行動さんと決まってるんで、まだまだ、天魔の、庭園か、庭園の恥だったり、庭園の3が壊れる可能性はありませんよと。あとは、ガンダムコラボもパズドラさんやってて、あとは、オバロもね、よそ様で今やってるんで、この辺も可能性薄いのかな。で、とある科学のレールガンもなくて、FF コラボもニコニコ超会議だからあるかなって言われてるけど、FF7 単体で今はコラボやってて、ちょうど今映画やってるブルーロックしかり、あとはエヴァコラボも4月29日までなんすけど、よそ様とやってる。だから、新獣進化の、先陣を切るのはエヴァコラボだって言われてるけど、今回は、ちょっと、怪しいのかなみたいな感じ。まあ、厳密にはゴールデンウィークと被ってないんで、まだギリギリ可能性はゼロではないけど、今回は予想から外していくね。あとは、まあ、ちょこちょこ名前出してる、ホロライブさんに、ニジサンジさん。この辺に関しても、まあ、今回は、ピの方は、3ピのピの方は安心していいのかなと。で、3の方はドンマイスみたいな感じだね。この辺はね、ちょっと調べたら出てきました。で、あとね、これが結構意外だったかな。このコラボもね、消え去ってます。ポンポンポン。そして、これがマジで私の予想を狂わせる。コードギアスとペルソナ5。これもよそ様に決定します。いや、今回決まってなかったら絶対入れてたんだけど、いやー、今回は可能性低いっすね。はい。なので、これもちょっと期待薄いですよと。いや、本当にゴールデンウィークで、やっぱさっきも言った通り書き入れ時なんで、いつもの 1.5 倍ぐらい、もうすでによそ様でいろんな作品が決まってるんですよね。あとは、まあ、フェイトさんもしかり、あとフェイトの外伝のプリズマエリアもしかり、フェイト関連は、もう、先んじて決まってます。いや、なんでちょっと私のね、いつも予想に出してるような作品たちは大半が取られちゃってるんで、これが私のね、もうすべてを今狂わせてますね。で、あと、コトダマンで過去にやった作品もちょっとまとめてきたんですけど、通り部とかペルソナとか、シャンフロとかがね、アニメ終わってやれそうな段階突入してるけど、コトダマンさんの方で3月の末ぐらいまでやってたのかな。だから、さすがにコトダマンとの期間は2ヶ月程度だったら早すぎでしょってことで、シャンフロも少し可能性低めなんですよね。だから、まあ今まで出てきた内容と、ちょっと、言わなかった内容、鬼滅の刃とか、あと、無色転生とかも、もう実は直前に終了するとかもあって、可能性あるんですけど、基本的にここに書かれてる作品たちは、私的には可能性低いんじゃないのかなと。だから本当にシャンフロとかコードギアスとか来てなかったら絶対に言うような作品が取られてるんで、基本的に私今手詰まり状態なんですよね。まあ、その中で今回は何を基準にしてコラボの作品決めていったのかっていう話なんですけど、まあやっぱり、高難易度適正ですね。まあ、やっぱり過去のコラボの発表されたキャラたちの性能を見ていくと、目玉キャラっぽいキャラは、本当にモンストの高難易度って言われてて、まだ壊されてないところにぶっ刺しがち。五条先生でホーサー、新アスカで庭園の10。あと、シンダで庭園の1とか、あと、フリーレンで庭園の2とか。で、モンストのオリキャラ限定とかも庭園にぶっ刺してきてるんで、その辺で、まだ適正が追加されてないところに、
次やってくるコラボの目玉キャラはぶっ刺さるんじゃないのかなと。だからその辺まだ何も環境が変わってないようなギミックのクエストどこかなと思って調べてきたら、この辺庭園の3と庭園の4と、あと深淵の木はちょこちょこ追加キャラであるけど、ぶっ壊されてるかって言ったら全然、まあ、全然じゃないか。そこまで大きくぶっ壊されてるわけじゃないんで、何か本当にもう、こいつ入れときゃ余裕だわみたいな感じのキャラ、追加してきてもいいんじゃないのかなとはちょこっと思ってる。他の深淵のぶっ壊れぐらいに比べて木はまだちょっと薄めだもんね。あとはアジテーターも実装からそろそろ1ヶ月半ぐらい経つけど、何も2ヶ月経ってもいいか、それぐらい経ってるけど何も環境が今変わってないんで、そろそろなんか追加してきてもいいのかなみたいな感じ。反射のアリスアルファみたいな感じで、なんかいい感じの割合キャラもうちょい増えてもいいかなみたいな。なのでこの辺を基準に目玉キャラないそうな作品をね、いろいろと考えてきました。だから光とか闇で主人公がいそうな作品とかは今回基本的には外してるっていう感じだね。あと変わってないって言ったら、点6と9と10もそこまで大きな変更はないですけど、6はもうジュズマルがめちゃめちゃぶっ壊されてると。一応例外とはいえシュタルクいるし、9はまだアーキレットの需要を残したいし、10もマサムネの需要を残したいだろうしで、ちょっとこれらの点はそこまで大きく壊されてるわけじゃないけど、まだ今回の対象からは除外させていただきました。で、あと、今回のモンストニュースでは、コラボもそうだけど、オリキャラの重心化回っていうのも可能性がありそうなんですよね。まあ、ここでプチ予想を合わせてやっておこうと思うんですけど、まあ、私はバサラかな。ここで庭園4の適性として組み込んでくるんじゃないのかなと思ってる。エイプリルフールの時に回したけど、バサラって、性能2人をガッチャンコして反射にさせれば、地雷の対応してない庭園4みたいな感じになれるんですよね。ただ殴りは、超バラキラーパワーモードとか引き継いでクソ強、耐久性もバリア付与とか無属性耐性とかでクソ強になるんで、なんか組み込んだら強い神羅タイプみたいな重心化回になるんじゃないのかなと、私は予想してる。で、4月末の鳥獣でリストラ発表して、コラボか鳥獣どっちか引かないと、迷わせてくるみたいな。アナスタシアと同じで、劇中最後のリストラ引くか、新春のマサムネ引くかと、同じことをコラボとリストラ鳥獣でやってくるんじゃないのかなということで、今回私は一応バサラの重心化回が目玉になるんじゃないのかなと予想して、まあ、庭園用はそっちでテコ入れしてくるかなってことで、まあ、3とかアジテーターをメインに今回は考えていくっていう形だね。で、これらの条件を踏まえて、今どんな作品が、じゃあモンストでコラボできそうなのっていうのを考えてみたんですけど、まず一つ目の作品、こちらになります。僕のヒーローアカデミアコラボ、ヒロアカ第3弾ですね。いや、主人公光属性じゃねえかっていうツッコミ皆さんあると思うんですけど、いや、この作品がね、さっき言ってた諸々の条件に全て当てはまってる。めちゃめちゃ有名な作品で、まあ大体の人は名前聞いたことあるでしょう。そして、よそ様で今コラボやってなくて、そして、モンストでコラボしがちなアニメやってたり、アニメ終了直後やったり、映画がやってたりする。この三種の神器が今全て揃ってる。で、今回オフラインコラボだから、やっぱりすごい有名な作品じゃないと、シーンってなるじゃないですか。だからヒロアカだったら、昔フラパで一回オフラインで発表した実績があるんで、いけるんじゃないのかなと思ってるところ。で、キャラ数とかに関しても、まあこれ、ちょこちょこ話したような記憶あるけど、今やってるのってアニメ7期なんですけど、5から6期の内容ってモンストのコラボには全く含まれてないんですよね。4期までしかないのよ。だから、今、アニメ7期は一旦これ除外して、5期、6期の範囲で、これでコラボを十分敵味方の数を増やせるんで、プロヒーローのミルコとか、まあ、その辺のホークスとかその辺使えば、ガチャゲン十分足りそうだから、そこで、なんとかできるんじゃないかな。で、敵もね、やっぱリーデストローとか、あとレディーナガンとか、あの辺もやっぱり来てほしいから、そこ考えると、やっぱり5期6期で1回やってほしい。7期とかまで、この辺全部ごちゃっとしてコラボしたら、絶対、絶対にレディーナガンとか、あの辺のキャラたちにちょっとリストラされそうな気がするんで、降臨キャラの枠も決められてるから。いや、だから一回5期6期のヒロアカコラボやって、7から、もうあとアニメ原作完結するまで全部終わってから、もう一回やって、ヒロアカコラボ完璧終了みたいなのが、すごい綺麗に終われるんじゃないのかなということで、私はこれ今回ね、ヒロアカ来てほしいなと思ってるところ。
で、コラボのカレンダーの予定とか考えると、今回第3超究極までやれそうなんですよね。あの、1日に、普通に周回系超究極やります。あの、呪術回戦パターンだね。確か、伏黒当時も初日からやってたはず。で、2日目のモンストニュースやります。そこで追加超究極2個目発表して、降臨させて、次のモンストニュースで、第3超究極やって、まあ、17日くらいから、新しいガチャ始まって、ここのモンストニュースで、その情報を発表するっていう綺麗な流れが組めそうなんで、個人的にはね、やっぱり、ヒロアカで敵といえば、しがらきとむらとか、オールフォーワンとかいたりするから、この辺はここで紹介してもらって、一番最後の第3超究極で、闇落ちデクさん来てほしいのよ。いやもうあれ、絶対みんな、あれ、漫画でもアニメでも、あれ見たら、うお、これモンストできたら敵として来るんじゃねえのみたいな。ちょっと期待できそうじゃないですか。あれをちょっと味方のデク君の進化形態でやっちゃうと、さすがにちょっと怖すぎでしょって感じになるんで、光じゃねえじゃねえかってなるから、いや、個人的には闇落ちデクさんは追加超究極第3弾の強いだけでキャラがもらえないポジションで、いや、やってくるとすごい楽しいんじゃないのかなということで、そしたらゴールデンウィークの期間中めちゃめちゃ盛り上がれるしね。だから、そんな感じでやってきてほしいと私は思っておりますという感じになってます。で、あと、オフラインで第2弾とか第3弾発表すると、いや、一回やったじゃねえかって、ちょっと盛り下がる傾向にあると私は思ってるんですけど、今回は、神獣進化がやってきますということで、いや、神獣進化のコラボどうなるんだっていうワクワク感。で、一応、獣神化会員のコラボも、実装から、初めて実装してから7ヶ月後ぐらいにエヴァで来たんで、まあ、期間的には十分合ってるから、新獣神化、これごで発表しても全然おかしくない状況に至ってるから、いや、本当に来てほしいかなと思うね。オラコインとかも発表されたら、マジでゴールデンウィークはもうモンストしかできねえみたいな感じになりそう。で、あと、よく言われてる、この新獣進化の素材問題なんですけど、別に、あの、鳥獣の限定とかが少ない素材でできるっていう証明がされたんで、もう別に気にしなくていいんですよ。少なくすれば。コラボも、この鳥獣限定とかみたいに50個使って進化できれば、OK な話なんで、別にわざわざ500個使うっていう、その問題点はもうすでに昔消化されてるんで、気にしなくていいんじゃないのかなっていうのも、よくコメント欄で、これ突っ込み入れられてるし、私も少し気にしてたんですけど、まあ、調べたら、大丈夫そうなんで、OK なんじゃないのかな。新規の方も、ちょっと頑張ったら、新獣進化できるんじゃないのかなっていう感じになってるね。だからこの辺本当にヒロアカ来てほしいなーとはすげえ思ってる。逆にこれ進化させるのに、もし1体あたり500個使いますってなったら、マジで運営さんはモンストエアップですね。ユーザーのこと何も考えてない。500個で入れられたら私切れるわ。まあ、そんな感じだね。で、あと一応、まあ、トドロキくんがダメを地雷対応すでに持ってるんで、あとは1個重力持ってくれれば、あの、庭園の3のギミック適正になれる。あとは SS、普通の確かこれ画面全体攻撃しかなかったけど、割合追加して攻撃させてあげれば、結構強めな庭園3適正になりそうなんで、個人的には、あの、デクくんじゃなくて、トドロキくんがね、かなり強化されて伸びしろあるんじゃねえのかなーって思ってるから、いや、これ本当にトドロキくん強化されて、いや、本当に、庭園さんの適正になったら、一気に盛り上がるんじゃないのかなと思うね。それか、まあ、ミルコとかホークスとかこの辺が、また強い適正になるかもしんないから、いや、結構期待したいかな。そして二つ目の作品が、魔法科高校の劣等生。昔無料コラボで、確か魔法科高校の、達也&お兄様が追加されてたような気がするんですけど、それがね、しっかり有料コラボで今回はやってくるんじゃないのかなという予想。で、今回、ニコニコ超会議は、いや、角川さんがね、やっぱ協賛してる。で、ニコニコ動画って確か角川さんの系列のなんかサービスじゃなかったっけ。だから角川さんとズブズブのものなんで、そこにモンストがズブってくるということは、やっぱ角川系列の作品とコラボするからズブってきたんじゃないのかなと。いつもだったら単独でいつもオフライン発表してるのに、今回で急にニコニコ超会議やってくるってことはそういう系統なのかなという予想から、今回魔法科高校の劣等生上げさせていただきました。で、まあ、味方は十分いるから大丈夫なんですけど、まあ、達也を気にするか、みゆきを水にして、校内の適正にすれば、さっき言った、アジテーターか、庭園の3、どっちか刺さるんじゃないのかな、っていう予想だね。確か、無料コラボの時は2人合わせて、水属性だったはずなんで、ちょっと分けた時にどうなるかっていう予想は、まあ、そこまで深く考えてないっていうのは、正直ある。あとは、あれだね、一応アニメ2期まで私は知ってるんですけど、ちょっと気になる点が、格のある敵が少ないっていうところなんですよね。まあ、超究極は、一条とアンジーシリウス使えばなんとかなりそうなんですけど、普通の究極極みあたりの5人の敵どうすっかなっていうのは、あんまり深く考えてないんで、ちょっとその辺、原作してる方はこうすりゃいけんじゃねえのっていうのを書いていただくと、信憑性上がってくるんじゃねえのかなみたいな感じだね。あとは、まあ、アニメの敵を使うか。
アニメ3期の敵を使うか、その辺なんとかすればいけるんじゃないのかなと思ってます。で、3つ目の作品がまあ、金書ですね。いや、これもね、さっき言った魔法科高校の劣等生と同じで、角川系列。もう本当に角川系列でインデックスだったらもうものすごい有名な作品だからね。で、原作の動き何もないかなと思ってたんですけど、調べてみたら、まあ、1月末にパチンコこれは、ちょっとあれだけど、一応今年、原作が20周年ということで、この1年は、ちょっとインデックスの可能性も少し考慮に入れていいのかなということで、そういう執念系でコラボするっていうパターンもたまにあったりするから、まあ、今年はね、ちょっとこれも候補の中に入れてもいいかなということで、今回予想として挙げさせていただきました。一応確かとある科学のレールガンがやってらっしゃるんですけど、科学と魔術で別枠なんで、一応調べてみたら同時にコラボしてるっていうパターンもあったんで、そこまでね、深く気にしなくても大丈夫なんじゃないのかなと思ってるから、まあこのインデックスもやってきてもおかしくないんじゃないのかなっていうところだね。で、アニメはもう本当にめちゃめちゃあるんで75話ぐらいあるから、もう敵味方ともに余りまくるレベルでキャラがいるから、むしろもう第三超究極までやってもいけんじゃねえのかなっていうぐらいたくさん敵キャラいるんで、その辺はね、インデックスやってきたら期待したいところかなと思ってる。で、属性に限って言えばあんまり深く考えてないんですけど、まあ無料コラボでやってきた時は、三坂垣属性でアクセラレータ闇で、まあ上條さん、特に考えてないけど水属性っぽくしておけば、まあどれかは庭園か冷絶適正に持ってはこれそうだから、まあ有料コラボでね、三坂の SS とか、アクセラレータの演出とか、ただの自供家なんで、いや、ちゃんと有料コラボで、なんか停止したら、レールガンを放つとか、あと、上條さんだったらなんかオールアンチで無効化してなんか、ご女性みたいなかっちょいいことするとか、いや、そういうソゲブパンチとかその辺もね、やってほしいかなと思うね。有料コラボでちゃんとした演出を、インデックス見せてくれてもいいんじゃないのかなと思ってる。ただ懸念点は、10代の子たちは、絶対知らない。多分この作品してるの多分アニメ見てる20代30代の人が一番ぶっ刺さるんじゃないのかな。逆に若すぎる人は、10代今中学生ですとか高校生ですっていう人は本当に知らねえ作品になりそうなんで、そこが少し気になる点だね。そして最後に名探偵コナン、まあ、これに関しては、まあ、映画やってますからねで、確か過去に5月に名探偵コナンコラボやったことあるんで、また5月にコナンコラボがやってくるかもしれないっていう感じかな。まあ、現在映画が公開中ということで、あと調べてみたら他のゲームとコラボやってないんで、一応可能性としてはね、あり得るところ。ただ、正直、わかんないっすね、これ。やってきそうなのかとか、一応候補としてあげたんですけど、気になる点がね、いくつかあって、過去のある敵を大体消化しちゃってるんですよね。キッドとかジンとか。味方で、まあ、キッドとかは出そうとも出せるけど、ジンをもう一回出そうと思ったら厳しい。で、別の敵なんかいるかなと思ったけど、まあ、ラムとかのあの辺の人たちキャラとして欲しいかって言ってもいらないし、だから本当に映画の敵を使わないと超究極まで持ってこれないかなみたいな。キュラソーとかピンガとかだったら、超究極の枠としても使っても、あ、格あるねって言われそうだけど、黒の組織の人たち大概使っちゃったんで、敵がなかなかこれ厳しめなんですよね。あと、コナンが強すぎる。これ、さっきの私のセイラム動画でも言ってたけど、コナンくんはね、モンストの難しいところに刺さってないから目立ってないけど、あの性能を真面目にぶっ刺さっちゃったら、マジで他のキャラの追随を許さないぐらいぶっ壊れなのよ。シャーロック・ホームズと一緒。あのキャラを高難易度で、毎月やるようなコンテンツでぶっちゃしちゃうと、ずーっと、シャーロック・ホームズでよくねとか言われちゃうから、あんまりコラボ超究極以外で顔出さないっていう理論。これがね、コナン君にも適用されてる。あの SS ぶっ壊れすぎる。で、性能もぶっ壊れなんですよ。今やってきてもその辺の強いアビリティ持ってたら、あれこいつ強すぎじゃねって言われてもおかしくないぐらい、2年前のキャラなのにポテンシャルが超高いんですよね。だから、これ大丈夫かなみたいな。店員さんとかでぶっ刺してしまったら一生コナンでよくね理論が言われそうで結構怖いんですよね。まあ、そこもあって、ちょっとコナンはどうなんだろうなっていうのを私すげえ気になってる。まあ、あと実装当時もこれね、ちょっと言われてたんですけど、バトル系のね、作品じゃないんで、やっぱね、超有名なキャラでも SS の演出がちょっと地味になりがちなんですよね。だから、赤井さんも、赤井さんとかはライフルで撃つだけだし、で、アムロさんも、オールアンチ、キピンで光って暴れ回るだから、ちょっと印象薄めになっちゃうんですよね。だから本当に派手にしようと思ったら、ジン&潜水艦でキャラ出して、超究極やって、で、SS で停止したら魚雷発射でボン。まあ、
私の今回の予想としてはこの4作品になるかな。で、第5候補以降は一応マッシュルとか遊戯王とかブラクロとか、まあ、フェイドとか考えてたけど、まあ、こういうコラボ予想をたくさんやって当たったって言っても数打ち当たる戦法あんまり良くないんで、じゃあちゃんと4個に絞り込んで、まあ、コナンと、まあ、とあるインデックスと、劣等生と、ヒロアカ、この4つに絞らせていただこうかなと思います。でもやっぱり、去年も確かそうだったような気がするんですけど、本当によそ様で、めちゃめちゃ事前にいろんな作品とコラボやってるパターンが今回かなり多いんで、そこ考えるとかなり絞り込みやすいかな。去年もなんかこんだけ絞られてたらなんで私は進撃思いつかないかったんだって思ってたような記憶があるんで、まあ、もしかしたら実はこの作品抜けてるぞっていうのがあるかもしれない。まあ、あとは、めちゃめちゃ大穴で、ナルトドラゴンボールとかあるかもしれないけど。まあ、それするんだったら、周年とかフラパとかのでけえ時にやるでしょってことで。まあ、今回は、いや、ヒロアカとかになるんじゃねえのかな。一番しっくりくのはヒロアカなんですよね。なので、まあ、ヒロアカやって、個人的には闇落ちデクさんで戦いたいんで、それを一番期待しております。ごきげんよう。